どうもな。どうもお邪魔します。どうもな、よろしくお願いします。どうもどうも。どうも。今ちょうど来たばっかり。でメインは撮影のモデルさんとかのヘアスタイル、うん、スタイリングをする美容師です。うん、だからまあそのヘア全般担当ですって感じでね。ロンドンに来た時の第一印象？寒い、暗い、汚い。寒い、あ、はい。もうね、2002年の6月はね、最高に天気良かったんだよね。じゃあ第一印象めっちゃいいじゃん。6月。あ、6月はいいっすよね、ロンドンの6月。俺の日本の友達がすでに半年前ぐらいにこっちに来てて、映像やってる友達なんだけど、でその彼が、もう結構あの、ハーフに、日本人とミックスレースの友達だったりとか、いろんな結構、外人とのコネクションがいっぱいあったね。まあ外人っていう言い方も変だけど、イギリス人とのコネクションがいっぱいあったの。だから6月に来た瞬間にもう毎日のようにバーベキューしたり、公園にフェスティバル行ったり、最高な入り方ですね。すごい最高な入り方だった。うん。でもね、冬に来るのはね、よくない。冬に来るのよくないよね。うん、確かに。冬はね、知ってる人がいたり、なんかやる目的があったりすると、すごくそれに没頭できるところではあると思うけど、出だしはよくないね。うん、きついよ、ね。もしロンドンに来るなら夏。うん。何作ってんの？ウイスキーサワー。サワーってことは？レモンとウイスキーと、ビターと。卵も入れるの？卵、卵白？すごい。だけ。いいじゃん。ちょうど YouTube 向きじゃん。なんか。YouTube っぽい。そう。あのね、なんだっけ。情熱大陸、情熱ヨーロッパ大陸だから。情熱よろしく。ヨーロッパじゃないけどね。あ、そっか。ブレグジットのせいだね。そっかそっか。一応ヨーロッパなのかな。かっこいいじゃん、そのフーディーもらったの。ん、そのフーディー。あ、このフーディーもらった。そうそうそう、そうなんだ。あの、お仕事やらせてもらってるあれで。かわいい。日本で有名なところで働いてたの？80年代に有名だったんじゃないかな、多分。どこ？原宿のバングスっていう店なんだけど。あったかもしれない、うん、聞いたことある。でも、社長がヘアメイクだったから、よく芸能人とか海外の、うん、あ、そっか。ツインピークスのあの、うん、あと、どう忘れしちゃったけど、あの主役の女の子のシャンプーとかしたからね。へー。ラックスの CM をやっててさ、社長が。へー。そこのだから起用された女優さんたちが毎回もう髪の毛着たりとかブロードライとかトリートメントしに来るのね。へー。で、俺その時こうアフロだったから、うん、こうなんか目立つじゃんね、うん、だからちょっとお前のシャンプーしろよみたいな感じでこう話のネタに英語も喋れないのにシャンプーさせられて、芸能人の方もいっぱい来てたしね。へー。そう、面白い、なんかこういうの聞けるの、うん、そうそう、僕は中学校の時になんかファッションにかぶれてて、うん、もうそこで、まあ、雑誌にヘアメイクをやりたいって思ったんですよ、最初。あ、すごいね、早いね、そこで。だけど裏を見えるっていうの、まあ、それでだからまあ美容床屋じゃなくて美容院に行くようになって、うん、まあ、地元の美容院だけど、うん、まあ、割とおしゃれな感じの小さいところだったんですよ、うん、で行って、その人の西葛西の、はいはいはい、で、そっからなんか興味持ってて、で、結構中学校の友達、放課後とか昼休みとかに、うん、あの100均で売ってるようなハサミとかでカットしたんだ。トイレなんかカットしたり。え、何歳の時？10と14歳とか。すごいとか、これわけわからず、うん、バンバンセニングでも全部切るみたいな。で、あの、いわゆるギャッツビーとかパルティとか、あとですか、ボックスカラーで、とかパーマ液とか、なんとなくの勘で、あ、すごいね。友達のとかやったりして、あ、できんじゃん、俺って思って、そのまんまなんとなく、夢。まあ、なんとなく
そう、細々とそれはずっとあった感じですね。まあその途中で高校に入ってからすごい音楽が好きだったから、うん、バンドもやりたいと思ってたところもあって、うん、バンド頑張ってたんですけど、うん、まあバンドは趣味かな、はいはいはい、でも美容やっぱその中3の時見た雑誌の仕事みたいなのやりたいっていうのがあって、うん、美容学校行くことにして、あ、すごいね。でまあ美容師やって、で、やっぱ美容師じゃなくてヘアメイクをやるならロンドンかなみたいな思って、それでロンドン来た感じですね。そうそうそう。欠かせません、この動画、これは。あ、絶対いる、うん、いる。パリでヘア やられてるともひろさんの作ったコームなんだけど。あ、そうなんだ。うん、どうですか？すごく硬い。いいし、うん、ちょっとだけここに少し膨らんでるのがグリップしやすいのと、硬、うん、いからね、もう、うん、バックを、そのすき毛とかも、やりやすきじゃない、逆毛とかも立ちやすいし、はいはいはい、握りがいいし、シャープだし、へすごくいいです。で、ともよくさんのラウンドブラシ。あ、ブラシも作ってらっしゃるんだ。へすごい使いづらい、使いやすいです。ちょっと、今はちゃんと決まったよね。使いやすいです。いや、今そのまま使うよ、面白すぎる。欠かせない、欠かせない。そう、まあね、もうなるほど。ベントブラシ、グルーミングクリーム。あ、使うんだ。あ、使うんだ。へえ。まあこれも若干あのネクストデイヘアのし、す本当に少ししっとりした感じに戻したり、カットするときとかに。まあ、水より少しあの滑らかになるんで、これを使いますね。うん、エッジブースターって、うん、あのよく黒人のパックスとかそういうところで売ってるやつで、うんうんうん、まあ、要は水性ポマード、はい、あのクールグリースみたいな感じの、はい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 、クールグリース、コックグリースに近いですね。あ、いいね、ちょっと固め。コックグリースは、これはすごい、エッジ用のこの、どこで買えるんですか？ファックスとか、うん、オルベナ、アプレスビーチ、ドライテクスチャースプレーが、じゃないんだ、割と人気だと思うんだけど、うん、じゃなくて、ドライス、まあこれもすごい、うん、めちゃくちゃこっちの方が量としては使うかもしれないけど、うん、こっちの方が好きかな。1,2,3,4,5,6 個も並べていただいて最初の短いジャパナリーサー YouTube チャンネル応援よろしくね。ジャパナリーサー YouTube チャンネル応援します。